あ、いた。え、何今の。なんか新スキンさ、俺結構もう大きいのセット組んでるからな。これでこれが普段公開用で酒場用で汎用大会汎用って作り上げてんねんけどさ、崩すかこれ。いやーこれなー、ダサくね。みんなかっこいいかっこいいって言ってるけど、オリジナリティなくないですかこれ。あれじゃん、あれと一緒じゃん、進撃の巨人と一緒じゃん。みんな、うわー、剣がちょっと気になる。お、いや気になるなー。なんか右目になんかふわふわしてるのが気になる。なんだこれ、なんだこれ、なんだこの武器、なんて書いてんだ。怖い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 言いながらも通りゃんせ通りゃんせ。やーべ、右目すごい気になる。右目にすごい気になる。これもうティア D です、この時点で。もうエフェクトが右目でなんかちょっと気になる時点でもうティア D よ。ほんとにずーっとなんかエフェクトがチラッチラしとる、気になるって。これあ、終わったもんだ。なんか別に鬼化はなんか普通、なんか別にかもな。あれはね、微妙。僕の中で微妙。ずっとぐるぐるして気になる。すごい。なんだこれ。でもね、なんか普段使ってるあの血濡れの武器よりかはなんかスッキリしてる。剣が細い。剣が細いからこそなんかいい感じに振りやすそう。視界結構広がったイメージがあるね、これで。いや、ここでね、同じレジェンダリーでも、クソダコの、こっちと比較してみましょう。でも、わかると思うねんけど、まずここの部分が有利ですね。ここがないので、ほぼ。こっちと違って、ほら。これは、ここがあるから、非常に見やすいと、いうわけなんですよ。ただ、あ、こっちにするとほら。なんかちょっと刀身が落ちたように見えませんか？ほら。これが強いんですね。まあ、ハゲ頭とか、まあ、こっちを使った方が有利って言われてる。で、ハゲ頭が強い理由は、ここがないから。通常のスキン。これか。これのスキンだと、ここがちょっと長かったり、なんか、上に立ったりすんねんけど、これを、ハゲ頭にすると、ほら。ここがないのと、ここがちょっと立たへんのよ。っていうことになると、すごい見えづらいんですよ。その、岩ぐるとか、ジャングルとかね。だから、これを好んで使う。大会では。めっちゃ俺は嫌やけどね、これ。あ、お前やったら、こういうのにしたいの。そう、めちゃくちゃ嫌やけど、しぶしぶこれ使ってる。で、酒場の時にこっちにするのは、もともとずっと俺がこれ使ってたのと、酒場やと別にジャングル岩具関係ないから、正直。ずっと見えてるから、こっちにしても、こっちにしても。っていうので、主に使ってる。めっちゃ早く、そう。もう本当に最悪も。ぶっさって感じ。ぶっさ込み抜けるわって感じ。もう泣いてる、もうずっと。